いいでしょ。いいよ、すごいいいよ。もしもし、子供を返してほしいんです。里子が妊娠して出産してという可能性はないかもしれない。養子のことを考えてる。これさっきお腹をエコーで見ましたね。赤ちゃんがいた。育てられないでしょ。まだ中学生のやつ。お宅にね、育てていただきたいお子さん生まれましたよ。あの子を産んでくださって本当にありがとうございます。朝とここにいたんで。すごいね、パパ。真実告知は必ずする。生みの親が別にいることを子供が小学校に上がる前までに必ず伝えてもらいます。あの子の母親です。あのお母さんはあなたではないと思います。この方見覚えありませんか。この子はこの家の養子であることに何ら後ろめたいことなどない。お母さんたちはどんな気持ちでいたと思ってんの。周りに話すという脅迫のことです。子供、私は産んだから。私はあの子の母親です。